つもバーリンはじめチャンネルをご視聴くださいましてありがとうございます。かな先生です。去年ですね、カーボン楽器をレビューさせていただいた動画を出したんですけれども、ドイツのカーボン弓メーカーアーカスの弓を取り扱うアーカスボー東京さんよりカーボン弓が出たので試してみませんかとお声をかけていただきまして、今回動画を作っております。カーボン弓って割と、まあ、プロアマ問わず使っている方すごく多いんですけど、今回のカーボン弓は一味違います。アーカスというドイツのカーボン弓メーカーの弓です。こちらの弓はですね、あのドイツベルリンフィルの奏者でも使っている方がいるというなかなか注目度高い弓なんですけれども、今回はその弓4本比較していきたいと思います。カーボン弓どんなかなと興味おありの方々も、バイオリンにもカーボン弓にも全然興味ないよっていう方も、ぜひ音色の違いをお楽しみいただきたく最後までご覧いただけると嬉しいです。カーボンについてちょっとおさらい。まあ、カーボンとは炭素のことで、軽量で強度が強くて腐食しない素材なんですね。どれぐらい軽量かというと鉄の1/4だが、しかし強度は鉄の10倍という驚きの素材なんですよね。アーカスのカーボン棒はいろんなモデルが出てるんです。1種類だけじゃないんですね。で、まずそれモデルどんなものがあるかというと、 P モデル、 S モデル、 P モデル、 M モデル、この4種類があって、 P モデルというのはいわゆるオールラウンド、すごくバランスの取れた弓のモデル、 S モデルは一番軽量なシリーズ、 P モデルは重たい音を出したい時、弾力性に富んだ音を出したい時に使うモデル、 M モデルはコントロール性を重視したモデルで、さらにですよ、さらにそれぞれのモデル T4、T5、T6、T7、T8、T9、S4、S5、S6、S7、S8、S9、P も M もそれぞれそのモデルの中でもランクがあって、かなりシリーズの本数が多いんですよ。もう私すでに今説明しながらだんだんわけわかんなくなってきてるんですけど、でもね、全部試したい、全部試したいけど、それともうレビュー動画としてもうめっちゃ長編になっちゃうし、聞いてる皆さんも結局じゃあどれがいいんじゃいって話になってくるので、今回はよりすぐりの弓をお貸しいただきましてレビューしたいと思います。見てください、今回のケースはこんな感じ。わー、わー、見てこれ、圧巻じゃないですか。ケースに入っているこの5本の弓、美しい。今日レビューするのはですね、まずはオールラウンダーの T シリーズから T6、T7、T9、そして軽量の S モデルから S7、 こちらの4本を比較していきたいと思います。まず T6 からいきますね。オールラウンダー T シリーズの6番モデルです。重さは 51g だそうです。あの木製のバイオリンで見て大体 55g から 65g ぐらいなので、まあかなり軽いですよね。持った感じもすごく軽いです。そこってそんなに差があるのって思うと思うんですけど、 60g って多分ね、卵1個で、 50g って納豆1パック、卵1個と納豆1パックって絶対納豆1パックの方が軽いでしょ。それぐらいの違いがあるの。細かい操作性が必要な弓って考えると 1g の重さってすごくいろんなことに作用するんですよね。このグラムの差はね、結構大きい。スティックは円形、色は黒、でもあのカーボン楽器の時みたいなツヤツヤテカテカしてる感じじゃなくて、こう割と触った感じはサラサラです。先はシルバーとクジラヒゲイミテーション、フロッグはスネークウッド、南米の木でかなり高価なもので、とても綺麗です。まだこれ販売されていないので、販売予定の価格帯っていう感じのお知らせになっちゃうんですけど、こちら T6 モデルは38万から40万くらい。次、オールラウンダー T モデルの7番目。ちょっと巻きが違うのがわかりますかね。シルバーになりました。でもここは一緒。スネークウッドです。スティックはさっきと同じ丸型。艶消し素材っていうの。絶対違うけど。テカテカしてない素材です。まあ、ちょっとお値段上がります。50から55万。くらいの価格帯で販売予定だそうです。まあそこに何の違いがあるかっていうのはきっと弾いてみないとわからないので、まあ、違いは後でまたじっくり皆さんにも聞いていただこうと思います。じゃあ次は軽量モデル S7 です。軽っ、え、これすっごい、あれね、小指にかかる負荷が全然違う。まあバイオリンの弓って持つ時小指ですごく支えるんですけど、ここにかかる負荷がね全然違いますね。 49g の
軽量、もう 2g の差ってすっごい大きいですよ、手にかかるこの負担っていう意味でね。このスティックは丸型ですね。オクタゴン、八角形のもあるみたいです。このフロッグ、さっきとちょっと形が違います。 T のラインは四角だったのが、 S はちょっとこう斜めにカットされてる。こっちは軽量モデルなんだけど、同じ7のランクっていうことで、値段はね、さっきと同じくらいの価格帯で考えていらっしゃるそうです。50〜55万円。いや、多分これ動画見てる方、軽くね、30万、40万、50万言うなよっておっしゃる方いると思うんだけど、わかるよ、すごくわかる。まあ弓って本当にピンキリなんだけど、ある程度音を追求しようと思ったら、なんか数万円とかでは、ね、やっぱりなかなか難しくって、感覚すごいバグっちゃうけど、全体的にまあ弓の価格から見たら、まあ手に入れやすい方なのかなと思っています。そして最後いきましょう、 T モデルの最高グレード9の弓です。9レベルになるとね、レベルが違いますよ。ゴールド、あ、ここはね、スネークウッドなんだけど、ただのスネークウッドじゃないの。セレクテッドスネークウッドって、見て、ここも血が入ってるの分かります？重量 51g、 まあ他のものと一緒ですね。で、スティックは丸型です。こちらもお値段135万から140万なかなかですよ。これはなかなかですよ。どうなのかっていうところを引いてみないとわからない。今回のレビューのポイントとしては、まあ軽さ、そして操作性、コントロール性、そして音色ですよね、もちろん。で、今週はですね、私オーケストラのリハーサルがあるんです。で、そこでこの全部の弓を試して、長時間弾いた後の疲労感、このあたりを中心にレビューしていきます。やっぱり奏者って心のどこかで木製の楽器、木製の弓がいいって思ってるし、カーボン邪道だよねって思う人も少なからずいると思うんですよ。で、今回は弓のレビューだけではなくて、果たしてこれが自分の木製の弓の代わりになりうるのかとかも加えて一緒にレビューしていきたいと思います。
皆様いかがでしたでしょうか。皆さんどの弓がお好きでしたか。私なりに、まあ、どんな人におすすめかっていうのをお伝えしていきますね。とにかく軽量なのが欲しい方に S7 おすすめですね。操作する上でちょっと今の弓の重さが気になるんだよねとか、明るい響きを足したいなっていう方はダントツおすすめ S7。 軽量かつ音色の変化もこれから勉強していきたいよ、いろいろチャレンジしていきたいよって人はこちら、ダントツおすすめが T6 です。もしかするとカーボン弓導入の一本として非常にバランスがいいのは T6 かもしれないって思います。やっぱね、安定して柔らかくいい響きが出る弓ですね。でさらにですね、音色の変化も S6 よりしやすいと思います。たった 2g の差なんだけど、 S と比べるとまあ重みあるかなくらいね、こちらの方が音色の変化には敏感な弓だと思います。 T7 と T9 に関してはもう完全にパワー系だし、華やかだしきらびやかだし、さっき言った2本とは全然違う、キャラクターが違うんですよね。初めに言っておくと、高いものがいいと言っているわけではないです。ただ値段にふさわしい力を持っているのが T7 と T9 になります。で、音量という点に関して言えば S7、T6 はもう少しパンチが欲しいかなって思っているんです。 T7、T9 に関しては音量はもう申し分ない、出したい音量が出せる。で、まあ、ホールでもある程度音量で弾いてみたんですけど、一人ですごく伸びがいいです、 T7、T9。 じゃあそれぞれどういう方におすすめかっていうと、 T7 はオケでも使える、室内楽ソロにも向いてると思います。出したい音出してくれます。すごくね、操作しやすい上に、あの細かい音の粒が T6 とか S7 と比べて粒がすごく立つんですよね。正直導入の一本ではない、初心者の方向けではないのかなっていうのが正直な感想かな。まあ、ある程度バイオリン年数経験経ていて、こういう音色を追求したいなとか、こう理想もあって、かつこう弓の違いが分かる人にまず手に取ってもらいたいのが T7 かな。これはね、木製の弓の代わりになる、完全になると私思う。なんかこう繊細な音からパワフルな音まで、いろんな音が少しのテクニックで実現できる弓だと思いました。まあ T9 はね、もう聞いてて分かったと思う。華やか、圧倒的に華やか。あのね、これはね、正直オケだけで使うのはもったいないかもしれない。プロは問わず一人で弾く機会がある人は T7 よりは T9 がいいね。木製の弓と同等の力を持ってるのが T9 ですね。音色の濃密さが違うかな。あとやっぱ細かい音を弾いた時の粒立ちもそうなんだけど、弦に引っ掛けて音が出る時のクリアさとか、音の伸び、余韻の残りが全然違う。そう、余韻の残りはね、T7、T9 と T6、S7 でもうバッゆっくり分かれる。余韻の残り方はダントツこの2本。どうせね、 T9 が一番いいんだろうと思ってかかっちゃってたところはあるんですけど、あのね、意外と私 T7 一番驚きました。 T7 の弓の性能っていうのはすごく高い。さらに自分の技術の足りないところも補ってくれたりとか、自分が持ってるいいところも増幅させてくれる弓だと思います。これはいろんな可能性を秘めてる弓、いろんな音色を持ってる弓、これは普通に正直驚いてる。ちなみに私はもし自分が石油王だったら、欲しい弓は T7 と T9。カーボン弓の性能、皆さん驚いたと思います。弓ってすごく大きな買い物だし、私もこんな何本も引き比べることってめったにないので、ただただ楽しんでしまったんですけれども、本当にこれすごい伝えたいことは、今回私最後まで T7 T9 押したけれども、高い弓がいいとか高い楽器がいいっていうことじゃなくて、自分の目的とか追求したいことによってそれに合った弓を選ぶ、合った楽器を選ぶっていうのがすごく大事だと思うんですね。バイオリン歴とか、どういう現場で弾いてるかとか、それによってやっぱ目的って違うと思うので、値段だけじゃなくて他のことも加味しながら選んでほしいなと思います。ご興味ある方は下の概要欄にリンクを載せていますので、そちらからぜひページをご覧ください。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。おまけ。ちなみにアーカスにはミュージングっていうのがあって、ね、いわゆるね、よく見るカーボン弓の感じ、ツヤツヤテカテカした素材、ザ・カーボン弓って感じよね。ちょっと弾いてみましょう。これもいいね、クリアで勢いある音出ますね。
すごくいいですね。うん、やっぱカーボン弓いいかもしれない。